布団やマットの上でうつ伏せ寝を嫌がる赤ちゃんも、ママやパパのぬくもり、匂い、優しい言葉かけを感じて、胸やお腹の上、太ももの上で安心して眠る赤ちゃんは多いです。まずそこからうつ伏せ寝に慣れさせていきましょう。抱っこの状態のうつ伏せに慣れたら、今度はママやパパが仰向けに寝た状態で、上半身に赤ちゃんをうつ伏せにして寝かしてみましょう。赤ちゃんが自分の体の上で安心しているようなら、今度は少しずつ、少し固めのマットや布団にうつ伏せ寝にして寝かせてみましょう。背中を優しく撫でてあげたり、優しく言葉かけもしてあげましょう。